タワーマンションの建設が次々と進み、千代田、中央、港の都心3区の人口がここ数年増加しています。このうち港区の人口の伸び率が際立っていることが分かりました。都心回帰の重心というのは中央区から港区へシフトしている。今日発表された三菱総研の調査によりますと、都心3区の人口の伸び率はおととし以降、港区が中央区を抜き、去年1年間では 5% という高い伸びを示していることが分かりました。まとまっていくつもありますね。港区の湾岸エリアでは、車で数分の距離の間にタワーマンションが林立し、芝浦4丁目ではここ5年間で人口が6000人増加しました。タワーマンションにはジムや保育施設などの共用施設が入り、所得の高いファミリー層が多く入居していると見られます。30代から40代の方ですね。海外旅行の話とか、これからどっちの方面が旅行行くんだったらいいとか、そういう話をなさってる方がたまたまいますね。最近住み始めた人は、やっぱり夫がなんか仕事で通勤しやすいようにっていう、住みやすいのは都心なんで、なんかこうご飯食べに行ったり買い物行ったりするときにちょっと行きやすいかなっていう。一方で不満もありました。本当この近所なんですけど、店がピーコックしかないんで、やっぱりお店とかなんかバス、行政も年代ごとの人口の伸びをにらみながら施設などの整備を行う考えです。住宅の購買層が比較的若い層なので、転入してお子さんを産む小学校の対策も必要だし、保育の需要もこれから増えていく。勤労者のですね、方たち10年後ぐらいにはもうもっと働き盛りになっていくわけです。健康政策がかなり必要だろうと思っています。港区では今後も高層タワーマンションの建設が予定されています。三菱総研の伊藤さんは、ジムやスーパーが入っているといった目先の便利さだけにとらわれずにマンションを選ぶようアドバイスします。魅力的な共有施設たくさんあるということで、まあ、住む家での魅力というのはかなり高いのかなと思っております。で、ただし長期的に見ますと老朽化してまいることは必ず、起こることでございますので、住宅としてですね、長期的に使う魅力があるかどうかというのを、ご判断されることが必要かなと思っております。都心のタワーマンションで生涯にわたり快適に過ごすことができるのか、一生の買い物の悩みは尽きないようです。